モンハンなまりすぎて俺もタイラントになりそう。いやマジでモンハンなまってやばい。もうポケモンをこの4日、5日発売日からずーっとやってて、ようやくなんか育成とかだいぶ落ち着いてきて、モンハンもぼちぼちやってこないとなーって感じなんだよ。12月のさ、新モンスターアップデーあるじゃん。それにだってさ、完璧じゃない状態で初見挑んで負けるなんてもう、人生の汚点だからね。俺もう死んでも知りきれないから、そんなことあったら。で、撮りたい動画もまだ結構あるから、やっていくんだけど、今回は弓。弓はね、まあ、弱体化受けたとはいえど、全然そんな弱いっていう武器じゃないよね。いや、むしろ強い。ただ俺はね、バゼルギウスにしか持ってかないね。なんかね、弓の才能がない。というか、弓ってむずくない？単純に武器のなんだろう、技はまあ覚えられるじゃん。ただ、エイムっていうのは持って生まれた才能だから、エイムプラスな技なんだよ。弓は。だからちょっと無理。エイム力ないからね、俺。んで、スキルと装飾品と装備がこんな感じ。もう、シルソル 4V にキリンベストアルファ。これ、テンプレなんじゃねえかな？なんか、よく見るよね。で、スキルは、超会心とかは入れてないですが、これ、シルソルで確か入ってきた超会心だね。これ、なんで超会心入れないのかっていうと、弓ってまあ、属性で攻める武器なんだけど、超会心って物にしか乗んないのね。だからまあ、超会心はいらないよって感じ。で、中圧耐性とかもシルソルで入ってるね。弓ダメ解放は必須。で、マルチでやるなら昼み軽減は絶対に必須。弱点狙うときにもう、こかされ、こかしれ、こかまれだから、通常だと三段はね、まあ、できれば2にした方がいいんだけど、多分俺のスキル構成というか持ってるやつだと入んなかった。いや、これ持ってるやつ関係ないかも。普通に、まあ、体術とスタキューとか削ろうとすれば入るんだろうけど、超上級者向けな気がする。まあ、体術さん、スタキュー、には、これワールドでも確か、よくあった構成だよね。で、装飾品の難易度は高いね。早期、体術。これ持ってない人絶対多いし、あと、通撃体質もあれだから、まあ、必須なのはこれね、まあ、こういう動画見てる人って多分、上級者とか、そういう人たちばっかじゃない、つか、そういう人たちの方が少ないと思うから、俺の動画上級者見ることあんまないだろ。だから、まあ、欲しいのはやっぱ体術。スター級は絶対欲しくて、逆に通常弾と三段は、まあなくてもいいよ。最悪。うん。そこらへん、スター級と体術でなんか、スタミナ足りなくなって死んで事故るみたいのが、ある方がきついから。モンハンは死んだら終わりのゲームだからね。火力は別に落としてもいい。そこでなんか、死を、うまく絡ませて、組んでみてほしいね。そしたら3枠しかないんだけど、まあ、せっかくだから歴戦行こっか。さあ来たねー。バゼルはね、ここで待ってんのが硬い。で、これいけっかな？かっこいい！間に合うか？間に合った。弓はね、傷つけるの早いんだよね。他の武器より。いけるよな？オッケー。このなんかもう飛んだ状態で、あーっと待った。で、これは定点打ち。これ生太郎ナイスだね。そう、バゼルに俺が弓で行く理由は、こうやってね、罠系が効くこともね、どこ打ってんねん！どこ撃ってんねん。罠系が効くこともね、罠系が効くこともね、すごいいいんだよね。あぶねえ。で、尻尾の傷が切れる前に、もうワンチャンス。これ、あ、オッケーオッケー。自分から向いてくれたわ。え、当たんないの今の、マジで。ただ、もうワンチャンス。これは行ったでしょ。ただ、尻尾が遠い。尻尾が一番弾は通って、次に翼だね。が通るんだけど、まあ、尻尾狙うのはね、割とむずい。そう、これがあんのよ、これ。この技があっから、割とめんどくさいから、まあ、慣れないうちは、翼狙った方がいいね。俺もなんかバンバン外してるでしょ。むずいよ、狙うの。待って、これ。顔面に判定あるよね。これ大丈夫だよな。あるわ。で、眠りも効くから、いじめ放題だよね。だからバゼルの意味は本当に面白いんだよ。でねー、豪車出ちゃいそうだな。豪車じゃねえわ。
局者出ちゃいそうだな。俺なまってねえ時ですら。え、なんで今ホント食らなかった俺。何、なまってねえ時ですら俺ご局者出ちゃうから、ポケモンに魂を打った今の状態だと絶対出ちゃうな。で、尻尾に傷が消えたら強撃民解除してもいいかもしれない。なんでかっていうと、もったいないお化けなんだよね。で、これは尻尾に傷つけて、あのね、バゼルってね、マジでこいつ暴れんだよね。特にぶっ飛ばしとかめっちゃむずくて、なんかさっきはたまたまできたけど、結構何失敗するときがマジで多い。あー、これはね、ダメだ、間に合わなかった。翼につけとくといいかもしれん。で、カメラの速度、カメラの速度はみなぎる速さっていう、なんか一番速いやつ。あー、出ちゃったでしょ玉者これがポケモンに魂を打った男の末路よ。これいけっかな。わかる、カメラ、俺のカメラめっちゃ速いっしょ。ギュンギュンでいくでしょ。まあ、エイム力ない人は多分こっちの方がいいと思う。上手い人はね、カメラ速度がなくてもいけるような気がするんだけど、エイム弱者は絶対あった方がいいね。あれ、ひるみじゃねえんか。で、傷つけたら強撃瓶をまたつけて、ちょっと待って、再開していくって感じやな。あの、ソロだと結構厳しそうに見えるけど、マルチでやる分にはね、バゼルすげえ弓楽よ。あの、誰かのことを狙ってる最中に尻尾打てるからバリ楽しいで。くそ、あかーん。そういえば強制具飲むの忘れてたわ。強制具は必須ね。これはスチームチケットで交換できるから、ババアとね、あの詐欺ババアと交換できるから絶対これ必須。え、これ大丈夫だよね。オッケー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 。あ、傷ついてねー。いや、バゼルはね、尻尾マジで、あ、ミスった。ちゃ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 、あれ？なんか全然ためらんないんだけど。嘘でしょ。あ、試しに翼も打ってみようか。翼打つと、このぐらいのダメージだね。尻尾1点狙いが、ちょっとマジでむずいって人は、こんな感じで翼から始めてもいいと思う。翼に傷つけてね。てか、尻尾狙いより、なんか翼の方がいいんじゃねえかと思い、初めて来たな。天心まだ来てねえか。いけるかな、これ。いけた。あ、ちょ、な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 、いってー、くそ、マジで。岩の、やばい、岩の間もさ、クラッチできるようにしてくんだから、このゲーム。そしたら神ゲーになるからさ、頼むよ。ナイスフレーム回避。あっぷね。2発目でよかったね。1発目当たってるとなんか起き上がりで、あ、起き上がりはあれか。普通に、ずらせばいいのか。もう最近ちょっとフロンティアも結構やっててね。うわ、マジかよ。フロンティアもやってるか。イエーイ！ねえ、ふざけんなよ。フロンティア荒れないからね。何？起き上がり調整。なんであっちがないんだろうっていうね。アイスボーンよりあっちのに実装した方が絶対いい機能じゃん。起き上がりゼミなんて当たり前なんだから、あっち。でさあ、最近ずっとポケモンやばい、最近ずっとポケモンやってたんだけど、まあ、知ってる人は知ってるというか、まあ、動画上げてくから知ってると思うんだけど、ポケモン酔いっていうかゲーム酔い。普通はなんか FPS とかマインクラフトとか、なんかああいう視点がなんかわかる、グワングワンするゲームになるんだけど、なんか俺ポケモンでなっちゃう人らしくて。だってモンハンのさ、初日とかさ、もうどんだけやってもそんなことなかったのに、ポケモンもね、もう、クソ夢中になってやってんのに、ダメなの。なっちゃうのさ、気持ち悪く。で、ベッドで、まあ、1時間ぐらい、1時間じゃないかな、1時間半ぐらいかな、横になって休んで、まあ、回復するみたいな。あとは風呂入ったりみたいな。ので、回復してから、やってんだけど、なんか、ね、なんなんこれこれ、いや、これなんなのかなと思って聞きたかったんだよね。普通にゲーム用意なのか、それとも、なんだろう、体調を崩してしまってるのか、ゲーム用意だと思うんだけどね。これは、さっき生太郎に仕掛けた地雷が発動したね。間違えた、これね、弓矢本当にボタン操作がむずい。いや、違う、違う違う、
あ、近くない。これは近くない。これもう捕獲いけそうだな。だからさ、ポケモン酔いがあるから、もうポケモン一日中できなくなっちゃって。でもなんかそれはね、俺神からのあれなのかなっていう。モンハンのアップデートに備えろよっていう、あの、お告げなのかなって思い始めて、今やってんだけど、おー、やってんのよ。また曲じゃねっちった。え、これまだ弱んない？嘘でしょ？もう弱ってると思うけど。おらおらおら、落ちてきた、落ちてきた、落ちてきた、降りてきた。これあれでしょ？足引きずるための、やってるでしょ？あ、煙玉先だったなー。お疲れー。まあまあまあ。そんな、テキパキやれたわけじゃないけど、普通に9分20、20、9分20、20。9分20、20で、歴戦も終わると。来い！おっと？これ右2個いい色してんね。弱点精霊加護！まあ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 。3つ目だね。まあ決していらないものではない。だから3つ以上来たらもうゴミだから。で、この右が挑戦者だといいんだけど、会長、あ、これもいいじゃん。挑戦者回帰性能もいい。これいいね。動画になんかいいのにこれだな。なんで？やっぱり神が言ってんのか。お帰りって。